直感力でミラクルが起こる、幸運が次々と舞い込んでくるラッキーな人生を送る方法を伝授します。オーマイゴッド、オーマイゴッド、オーマイオーマイオーマイゴッド、お前が神だぜ、オーマイゴッド。全世界78億5000万人の皆さんへ 100% 幸せ伝授、サトリッチマスター吉川貴博です。本日もようこそオーマイゴッドチャンネルへお越しくださいました。こちらのチャンネルはオーマイゴッド、お前が神だぜ、要するにあなたの現実はあなたの意識が作っている、あなたが神ですよという宇宙の絶対的な真理をベースに、あなたの幸せが愛が豊かさがどこまでも広がっていくサトリッチライフの実現方法を分かりやすく伝授しています。今日のテーマは直感力でミラクルが起こるね。直感力、こちらが磨かれると奇跡が次々と起きて、ラッキーがあなたの元に舞い込んできますよというやり方をズバリ伝授させていただきます。で、今回こちらの動画を見ますと、え？マジ？嘘？だよね？みたいなそんなね、いろんなリアクションが返ってくるとは思うんですけども、そうか、私の人生は私の人生で良かったんだっていうことが深く理解できて、あなたの人生に次々と幸運がラッキーが舞い込んでくるようになりますので、ぜひぜひ最後まで要チェックラーめだかね。ということで、早速スタートしていこうかなと思います。直感力と聞くと、まあ、この第三の目、第六感みたいなね、一時期、シックスセンスなんて映画が流行りましたけども、古いかな？古いですよね。うん。あれはね、第六感の直感、直に感じるで直感っていう風に書きますよね。それではなくて、今日お伝えしているのは、直に見る、ね、観察の感で直感。こちらの直感力を磨くと、あなたの人生は、幸運がどん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 舞い込んでくるようになりますよというお話でございます。で、この直感っていう字に注目していただきたいんですけども、まっすぐのね、直っていう字に観察の見るっていう字を書きますよね。この言葉の通りで、まっすぐ見る力、要するに僕が普段から言っているまんまをまんま見る力を磨いていけば磨いていくほど、あなたの人生はそのまんまで幸せが、幸運が、ラッキーがどん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 引き寄せられてきますよということなんですね。全く今のところはっていう感じかもしれないんですけども、結論からどんずばで言ってしまいますけども、実はこの直感力、まんまをまんま見る力が深まれば深まるほど、私の人生そのまんまで良かったやないかっていう嬉しいツッコミが自然と自分に対して入れられるようになるよということなんですね。このまんまで実はすでにラッキーだった、幸せだった、幸運続きだったってことに気づくわけですねごめんなさい、今日可愛く言っちゃいましたけども、気づくわけです。はい。それに気づいていないと、私の人生ってなんで災難ばっかりなんだろう、なんでこんなに頑張ってるのに幸せになれないんだろう、もっとこんなことが手に入ったら、もっとこんな人と出会えたら、もっとこんな人生だったら、こんな私だったらみたいなね、そんな風に不足に目が行くんですが、直感力、まんまをまんま見る力が深まれば深まるほど、先ほどもお伝えしたように、そのままでラッキーだったやないか、そのままで幸運だったやないか、そのままで幸せだったやないかっていうことに気づいて、気づいた人はあら不思議、本当に現実的に、あ、これも幸運だ、あれも幸運だ、これも幸運だ、うわおわお、ミラクル続いてるやん、イエーイイエーイっていう感覚になっていきます。これを私はサトリッチライフと言ってますね。悟りを開いてリッチになる。ね。愛も豊かさも無限に広がっていくよということですね。豊かさはもちろん物質的な豊かさもありますけども、人間関係ももちろん豊かになっていきます。心と心でつながれる人たちとの関係がどんどん育まれて深まって、どこまでも広がっていきますよというね、そういった人生になっていきます。
って、人生っていうのは、まんまをまんまよく見てみると、いいなって思うことと、嫌だなって思うことの二つがあります。まあ、厳密に言うと何とも感じないっていうこともあるんですけども、大きく分けるのであれば、いいなって思うことと、嫌だなって思うことの二つですよね。で、まんまをまんま、その、要するに直感力が磨かれていない状態の人は、いいことばかりに目が行く。え、なんでそれって普通じゃないか悪いことなのかっていうふうにね、ツッコミを入れられる方もいらっしゃるかと思うんですけども、それは不自然なんです。ね、不自然っていうのはもちろん言葉の通りで、自然にあらずということであって、まんまっていうのは違う言葉に置き換えるのであれば、自然なんですね。自然の摂理、自然の原理、宇宙の法則っていう風にね、言い換えることもできますけども、いいことも嫌なことも、どちらも表裏一体ワンセットで人生は起きますよと。で、それをそのまんま、まんままんまに受け入れ出した人が、そうか嫌だなって思ってたこともいいことに繋がっていくじゃないか。いいなって思ってたことが嫌だなって思うことに繋がってけど、結果的にいいことに結びついたじゃないか。え？じゃあ、過去を見返してみたら、嫌だな、嫌だな、嫌だなって思ってたことが私にとって、ラッキー、ギフトだったやないかっていうことに繋がってくる。意識が変わるんですね。そうすると、あなたの人生は、あなたの人生そのまんまで、実はすでに完璧なんです。で、これは僕の言葉の中に正解はありません。あなたが直感力を磨く、要するに、まんまをまんま深く見れるようになればなるほど、うわ、やっぱりそうじゃん。やっぱりそうじゃん。やっぱりそうじゃんってね、もう、ラッキーが続いて、ラッキーが続いて、いい意味で打ちひしがれるみたいな、そんな感覚になってまいります。まあ、だからこそ、まんまをまんま見るのに役立つ、まんまミーア瞑想、今ね、リモートメディテーションヒーリングという、新解説した、YouTube のチャンネルにて、毎朝6時半から7時まで、私の誘導に沿って、瞑想、そしてヒーリングもさせていただいてますので、このヒーリングを受けると、ハートがパカッと開いて、思考、そして感覚、そして意識、この3つ、三位一体すべてが、調和していく、三位一体、この思考、感覚、意識という3つが、それぞれ覚醒して、三つが調和してバランスのいいね、本当にそれこそ自然体であるがままの人生っていうものを歩めるようになります。で、その感覚が深まれば深まるほど、あれなんかラッキーが、幸運がね、どん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 舞い込んできてた。過去すらもそうだったじゃないか。じゃあ未来もずっとそうじゃないか。うわ、人生終わるまでこれを楽しめるじゃないか。生きてるだけで丸儲け、さんまさんやないか、みたいなね。そんな感覚になっていきますのでね、こちらのチャンネルまだ登録なさってない方はぜひ登録していただいて、アーカイブのね、録画も残りますから、あなたの好きな時間に活用していただくことができますので、でね、すでにもう解説して数日経ったんですけども、カメラワークがね、ちょっと悪かったり、音響が悪かったりとか、ネット回線の状況が悪いっていうね、失敗を立て続けにさせていただきまして、明日から完璧な状態になりますんでね、ぜひぜひお楽しみにしておいてくださいね。6時半から7時に、行っています。で、今日のテーマの直感力を磨くと、ミラクルが起きまくるよっていうことについて、実は、この後今夜21時から、ライブ配信イベントにお呼ばれしておりまして、この直感ミラクル、直感ミラクルね、こっちこっち、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 こっちってどっちでもいいですよね。なぜ2冊持ってるのみたいなね。この直感ミラクルの著者の、鹿島あきらちゃんの YouTube にお呼びいただきまして、コラボイベントということでね、ゲストとしてお迎えいただいて、この直感力ね、直感でミラクルが起きるよっていうことをテーマに、二人でね、ああでもない、こうでもないっておしゃべりを楽しく展開させていただきますので、今日の話より深く知りたいという方は、今夜21時から、ぜひぜひリアルタイムでね、ご参加ください。チャットとか使ってね、質疑応答なんかもきっとあると思いますので、ぜひぜひお楽しみになさっておいてください。ということで、今日も最後にご紹介いっちゃいましょうかね。オーマイゴッド、お前が神だぜ、世界は一つ。サトリッチライフ、どこまでも広げていこうぜということで、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いしまーす。今日も、可愛い子、見せちゃうよ。はい、今日は、チョックンとヨモギでございます。爆睡してますね、ヨモが。
ちょっくんはちょっくんでマイペースにね自分の毛づくろいをしています。かわいいですね皆さん。何ですかこの体勢は。そして何ですかその頭の模様は。あーヨモちゃんが目開けたね。なんやねんおいちょっくん後ろ向けて。おいヨモギのねお尻の方の毛づくろいをしてあげてるんですね。これ足ですか後ろ足ですね。ヨモギの体勢もなんやねんっていうね。猫ってなんでこんなに面白いんでしょうね。猫って本当に可愛くて面白いね。受けちゃうんですよね。本当に癒しですね。以上です。ありがとうございました。